この内定が決まった時はどんな感じでした？ずっと目指してきたものだったんで、安心した気持ちが一番大きかったですね。ちょっと一つお願いなんですけども、日本代表の本気ミト打ち、ぜひ目の前で見てみたいんですけども。わかりました。いいですか？受けるんじゃなくてですか？受けたら手首やばいことなんじゃないですか？うわっ、素晴らしい。これ打つ方もすごいけど、受ける方もすごいね。ちょっと僕は逆に受けてみたいね。え？どれ受けてみたい？いやいや強いんですよ、ひろみさんも。あしたも必殺ほにゃららを新たに磨いている。これは何ですか？左アッパーです。左アッパー。まだなんか試合ではできてないんですけど、そうだ、やっぱ試合がないからさ、そのアッパー試したくても試せないんだよ。あ、そうですよね。どうする？左アッパー大丈夫でしょ、アッパー。ちょっと一回食らってみますか。砕けますよ、僕。最近何、ノリツッコミが好きになったの？だから打たれた、よくなんか打たれた方も気持ちいいぐらいな感じとかってよく言うじゃんね、なんかボクスね。打たれた瞬間にこうふわってふわっとするから。ふわっとするから。ちょっとやって。なかったことでした。うわめっちゃやばい。すごいね。それで叩かれて、それは無理だわ、耐えられない。いいです。もうちょっとこう叩いて、こうい。あ、わかりました。はい。右出して、右出して。あお。急に。あしたも。プロも取り入れるマル秘トレーニングで体がキレッキレに。何だと思いますか？ゴムを両手でギュンギュンギュンってやるやつ、ああいうのとかってやってんのかな？正解。え？何ですか？わかんないですか？これは何ですか？これはムービーバックっていうトレーニングですね。サンドバッグが動き回るバージョンみたいな。おお、そういう機械があるんですか？いや、人につけてもらうんですけど、人が大変じゃない？こっち、すいません。あ、この方がムービーバックさん。今の説明で聞いたら機械仕掛けと思ったら、そうですね。なんか昔からありそうな感じ。そう、昔からある。はい。あー、逃げるんだってね、あって。長いですね。ああ、きつい、これは。これはきついですね。辛そうだもんな。タップだった本当に。ね。見ててもな、辛そうだったしな、もう早くゴング鳴らせみたいな顔してたもんね。ちらっとこうやって見てたんですけど。ダメよ、ちゃんと気づかなきゃダメよ。早めでいいからね、ガーンってね。じゃあみやぞん、はい、やってみるか。ムービーバック。ムービーバック。ちょっとじゃあ一回やってみます。はい。ムービーバックのみやぞんって言われてんだもんな。足立区だよ。そうだね。行ってこい。みやくん、はい、何分がいい？1分で。はい、じゃあ10分でお願いします。トレーナーさん、はい、バチバチ言っていいですか？はいよ。そんな早いですか？ちょっと待ってください。ちょっと待って。一回撮っていいですか。一回目に入りましたけど。いやいや、それも避けなきゃ。いや、ガードちゃんとして、ガードして。ほらほら、セコンドの練習してるから、あ、ガード開けろ、開けろ。はい、はい、はい。もっと手出して、手出して。手出して。逃げてる。そっから。つらいですね。どうですかコーチ。後半になるとこっちの振るのに合わせてくるので、ディフェンスして打ち返してきたりとかは。おかしいか。ストップ。もう一回鳴らして。ちょっと待って。これだ。何仕込んだんですか、これだ。これにあったりやるとかじゃないんですよ。これはやっぱ動かないとどうにもなんねえだろ。どうにもなんねえ。逃げようかなと思っても、すごい力で押してくるんで。もう前に出ないとやっぱ無理なんで。もう待ってる自分がいるだろう。いません。今の指示なしでもやっていいんだよ。お前の気持ちを出せよ、そこは。明日も。金メダル取って有名になる。金取らなくても有名になりたいですね。ねえ。どうすんの、金取ってすげえ有名になっちゃって、あんまりこう俺たちのこと相手にしなくなったってどうする。泣きます。泣く。焼肉おごるから。ほら。大抵そうなんだよ。焼肉おごるって言い出すんだよな。お前なんかすんだろ。します。焼肉おごります。